配信します。6時になったらいくら早くハマってる、これ。ノートめまとめたりしなきゃ。そのものがおやつ、おやつというか、わかんない。どれが何ご飯なのかわかんない。こんにちは。ん？待って。わ、面白いかな。え、やっぱ金曜ロードショーを見るために今日今から頑張って早く帰ろうかな。え、そうしよう。みんなと一緒に金曜ロードショー久しぶりに見よう。え、や、待って、なくない？今日8日ってないの？今日8日ない？あれ、今日ない？もしかして。カメラを止めるな、だって。え、見たことない。マジで見たことない。面白い？
どういう系なの？カメラを止めるなってどういう系の映画なの？そうしよう。だからやっぱやっぱちょっと9時までやんない。どうしよう。今日アカデミー賞なの？え、待って、カメラを止めるのは今日じゃないの？ん？待って、分かんなくなってる。ん？カメラを止めるのは放送あるよって書いてあるのは嘘？ん？どういうことこれ？な、アカデミー賞なんだ。ん？今日アカデミー、あ、じゃあいいや、配信しよう。今アカデミー賞好きだけど、みんなと一緒に見るもんじゃなくない？別にそうだよね。昔の3月8日の金曜ロードショーだったのかな。2019年だった、ごめん読めました。やっぱりこのノートまとめをして、レッスン場が空いたらレッスン場を使って自主練を頑張ります。今日はなんだ違う情報だった。なんかさ、爪がさ、こんなになってからさ、でかくなってからさ、ペン持つの大変になっちゃった。持てなくなったそうなの。人間にだって間違いは、間違えた、人間だから間違いはある。ピョンはドラゴンボール誰推しだった？え、待って、意味わかんない質問来ためっちゃ意味わかんない質問来てた。
見たことない。作者の方が亡くなった。へえ、そうなんだ。まあ、自分がね好きなものの生みの親が亡くなるのは寂しいですよね、そりゃ。全く通ってこなかった。はい、全く通ってこなかったレベルです。誰、全然てか、まあ、そうね、全然ですね。全く通ってこなかったです。プリキュアとか見てたけど覚えてないし。サイン書いてないよ。サインじゃないです。オンラインサイン会じゃない。あの、あれをメモってます。明日の使うやつ。書かないと覚えられない。15分経ったっぽい。ありがとう。
ノートメモって書いとこう。何書いてるのってめっちゃ聞かれる。ノートまとめ。見てる姿も可愛い。もう頭がパンクです。こんにちは。なんかレッスンまだやってて、他のメンバーちゃんたちがどんどん上に行く。そう、まだやってて、私は終わったんですよ。そう、でもレッスン上使いたいので、そのレッスン終わるまで待機。上向いちゃった。ネジが緩…あ、スタンド使ってないんで、はい、ネジとかの問題じゃないです。スタンド使ってない。スタンドなくて、いつもと部屋違う。そう、スマホスタンド使ってない。そんな動いてても気にしないでください。固定はしてないですよ、全然。なんか今日中にさ、書かなきゃいけないサインカードあるんだよね。サインカード、なんかドボンのサインカード。
サイン書いてくださいみたいな言われて、あそこに置いてあるキッパやばい、今日中に書いてって言われてるのに書いてない。大変よ。でもそんななんかなんかあるんですよね、そのなんか当たるキャンペーンみたいなの多分やってたんですよね、きっと。そう、それで当たった2人かな、めっちゃ名前知ってる2人だったから、ありがとうって気持ち。あの時のご褒美のさ、ギフト券みたいなもらってないんだけど、誰に言ったらもらえるんだろう。あの時のギフト券まだもらってないんですけど、そういえば、エビはアートネイルですか？いや、あのデコパーツをドドーンとつけてあるだけです。アートネイルではありません。パーツがついているだけです。あ、サインと引き換えありそう。確かに、ちゃんと仕事してよって、仕事しなきゃさせてもらえない。仕事しなきゃクオカードなのかアマゾンギフト券なのかわかんないけど、もらえない。いや、なんかさ、やっぱ1ポジのポジションが覚えられない、全然。そう、だから大変。そう、レミとご飯食べる、あの普通にねコンビニで買ってきてレミとご飯食べる予定だったんだけど、なんかマネージャーさんに連れて行かれて、そう食べられなかった。批判されてしまいました。そうです、今日はゆきりんさんの木体どんな感じなんだろう。いや普通に見たかったけどね、もう明日の投資もやばいからそっちやんなきゃ。
ね、なるちゃん今日めっちゃしんどそうだった。休んでもいいのにって本当に、まあね、来てたけど練習できなさそうだった、うん、だから投資もあんま、なんかどんどん人がね減っていきます、メンバーさんが体調不良で。そう、日に日に人数減ってく、うん、え、思った、僕対初日マジでえみたいなゆきりんさん雪なんですけどほんまにこの日今日みたいな、え、すごすぎない、なんか誰よりも先にツイートしたくて、いやもうわかんない、もしかしたら、ね、もうツイートしてる人もいるかもしれないけど、なんか誰よりも先に気づいた予感出したくて朝の5時にツイートした、うん、1時間半ぐらい寝たかな、意外と寝てます。ここまでまとめたいな、終わるかな、私 iPad 結構使ってるじゃないですか。そうで、あの今回の演出の方が結構 iPad 使って説明してくださったりする方なんですよ。そうで、その構成表とかも全部ファイルで送ってくださるから、 iPad で保存して iPad でこう自分のいるところにマーカーつけたりとかして、なんか私がいるところ分かるようにしてるんですけど、それ使ってたらいや、なんか多分絶対悪い意味じゃなくてね、本当に面白がってあの演出家さんの名前が出せないけど、〇〇さんもどきって言われてめっちゃおもろかった。そう、もどきだよって言っといた。うん、爆笑してたみんなで、もどきってみたいな。そう、もうなんかみんな疲れてるから箸が転げても笑える今。え、待って、もう54分だ。
まとめれなかった。ここまでやったら終わります。一旦よし。ちょっとここの部屋を6時には開けなきゃいけないので、ということでありがとうございました。この後も自主練頑張って、今日は早めに帰りたいと思います。今日は絶対に深夜練はしません。ということでありがとう、私のノートまとめに付き合ってくれて。夜も多分できたらします。みんなぜひゆきりんさんのあれ見ててください、僕隊。それではまた明日かいつかありがとう。最後にキャッチフレーズをして終わりにします。はい、先代にぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで5100人盛り上がりの皆さんに聞いてきたいがお届けしちゃったような研修新アルピアンコタンシモタルナでした。またあのなんか波動の私密着されてたって知らなかったんですけど、あのハルピョン密着と、あとひーちゃんの卒コンが映像倉庫に上がったっぽいんで、ぜひお時間ある皆さんご覧ください。それではおやすみなさい。じゃないや、またね、ありがとう、バイバイ。